グローバルドリームプロジェクト。優れた知財をオープンにすることで新たなパートナーとの出会いを求めています。世界を目指して社会に貢献できる新しいビジネスを創出しましょう。プロジェクトの立ち上げを機に取り組みのイメージを共有するため座談会を開催しました。知財の開放を決めた山本化学工業の山本富蔵社長、起業家への支援でアドバイスをいただく他力の中村隆社長、そして司会はテレビ大阪デジタル新規事業部の増田久志。新しいパートナーとの出会いに向け熱い議論が交わされました。座談会テーマ、知財の開放でチャンスを拡大、グローバルドリームプロジェクト山本の思い。まあ、いくつか今まで僕らが経験した中で、例えばトライアスロン の, ウェットスーツで速く泳げるウェットスーツなんですけど、これを初めて出した時にもうコピー品がいっぱい出たんですよ。でいっぱい出たんですよ。でうちのお客さんからは、お前とこが特許を持ってんのに偽物が出てるんじゃないかと、あれを抑えに行けと、ね、叩けとって今言われたんですね。でまあ普通に考えると確かにそうなんだけど、まあ、でもね、考え方によっては偽物も本物のうちみたいなことがあって、やっぱり我々が新しいものやってもそれは市場の人たちが見たら、本当にあれはいいのかどうかって最初もう本当にね、もう芽が出たところのようなねものやから、それがね綺麗な花になるかどうかって分からんわけですよ、市場の人で。作ってる僕らはいやこれは大きなすごい綺麗な花になるぞってなんぼ言ってもね、その買う方はあんなね作ってる本人が言うてるだけで本当にこいつは花咲くんかどうか分からんってみんな思ってるわけですよね。だからこの時に他にも同じような芽が出てきたのを摘みに行ったら、これもおそらく大きな花にはならんのかなと。なるほど。でそれよりは一回これみんなそのもうほっといてやらしたら、ただそこには我々としては機能性ファンクションの部分はよそが出しているものと我々のものとの間にはもう大きな差がある。でそこは自信があるから、最終的にそういうものがわーっとこう大きく開いてしたら、最後お客さんがどっちを選びますかって言った時はうちの商品を絶対選ぶという、まあ、ここは自信があったんだけどっていうことで、全くしなかったんですよ。でも相当お客さんからは怒られて、何を考えとるんだっていうことをね怒られてしたんです。でもやっぱりそのものが売れるから、そのうちのものもちょっとずつこう開いてくる、うんうん、でこれがやっぱり新しい、それこそなんていうかな、ニュースタンダードになってくると、他がやったものもどんどん出てきて、全体がそのニュースタンダードにこう色がこうそっちに塗り替わってきたわけですよ、うん、でそうなってきた時に我々はよそのものと我々のものの違いを分かってますかっていう、そのまあエンドユーザーに対するエデュケーション、うん、違いを分かってもらうというエデュケーション、あとはもう使っての体感だけど、使う前の段階で他のものと我々のものはこんなに違いますよっていうエデュケーションを一生懸命やったんですよ、うんうんうん、でそれがあったら実際使ってみると、あこれとこれって全然違うじゃないのと、でこんなのはもう使えないっていう状況になって、まあそういうトライアスロンのウェットスーツの市場っていうのは9割以上が我々がやるようになったのは、でもこれがきっかけなんですよね。なるほど。だからまあこれがひょっとしてね 5% しかなかったら今そんなことは言うんでいやもううちの知財はうちのものって言ってたかもひょっとしたら知れないけど、まあ一つそういう成功例があるんですよね。でだからやっぱり本当に我々が持ってる技術で自信のあるものはもうあんまりこういうふうにしないでもうオープンにしちゃうっていう方が市場はやっぱり広がると思うんですよね、うん、でまあ同じようなものが、まあ、そういう特許権の持っているものに近いものが出てきて、まあ、よそのものが我々と肩を並べるとか
ひょっとしていやもうどう見てもうちのものよりも向こうのものの方がいいなってなったら努力しますよね。またちょっとなんとか頑張らんとこれは大変なことに。でそういうなんか危機感がないと努力しないからダメやと思うんですよね。だからあんまりもうそれにこだわらないで行こうっていうね部分でまあもうそういう発想になって、だから他からとかねうちの特許の方の弁理士さんなんかからしたらあんた何考えてんのみたいなねもうどんだけお金かけてると思ってんねんとかっていう話になったりは よくありますね。でもまあいいかなってそれはねそれよりなんかねそのそういう一つの我々がやってる方向に広がってで偽物もいっぱい出てきてしても従来あったもんよりもそのそっちの方向の方がエンドユーザーにとっては以前のもんよりもプラスになる、うん、であれば全体としてはプラスですよね。そのああの昔よりもねウェットスーツは進化したなってみんなが思えたら、まあ、それはプラスですよね。でまあその後はその実力の問題になってくる最後の勝負はね、そこはもう負けないように頑張らんといかんけど、まあ市場が新しい市場に変わるという変化は一社だけでやるよりは周りの他の同業他社と一緒にやった方が変わりやすいですよね。なるほど、まあ、ね、面白い、うん、だからね、こういい格好をしてるわけじゃなくて、まあ、面倒くさがありやからそうしてるのか分からない、それはちょっと分からんけど過去取った特許は過去考えたことですよね。今じゃないし、うんね、それこそ今みたいにコロナの時代に なる前に考えたもの、ね、今のこんな違う時代になったら、ね、それがもう通用するかどうかも分からんわけで、だからもう、ねまあ、過去のものは過去のものとして、で我々がだからうちの場合は特許取ってるのはあのよそに取られてお前とこが真似してるやないかって言われたら困るっていうことで取ってるかもしれないけど、はい、よそにこれを真似ささないために取ろうっていうのはでも今考えたらあんまりなかったかもしれないです、うん、だからまあ最近はもうどうぞっていう話にするのはそういう部分ですね。へえ、面白い、なるほど、すごい。でもおっしゃる通りで本当に市場を作る、それこそ、ね、起業家もそうですけどやっぱ市場を作る立場からしてみると確かに何だろう先行者有利みたいな言葉はあるんですけど、やっぱ一人で限られたリソースで開拓するのってすごい何だろう大変やし労力がかかるんで、確かにすごい納得しました。今面白い。やっぱりもうね従来からある市場いうのは、ねもう値段も決まったマーケットプライスがあって、うんね、それに合わす、ね、じゃあどうして合わすと、メイドインジャパンでできるかって合わない、じゃあ中国に行こうベトナムに行こう、ねうん、アジアに行こうってこうなるわけですよね。で合わさないかんマーケットのプライスで合わさないかんになるから、どんどんみんな日本の生産拠点をやめて中国とかアジアにみんな行っちゃったわけですよね。で今のマスクがいい例で、ね、もう今あるあの不織布のマスクって 100% 輸入品やったわけですよ、この間までこの、うん、あの1月2月まで、はい、でよその国もいるってなったら日本に入ってこなくなってマスクが足らなくなったっていう、あれもまさにそうですよね。あれを日本で作って採算が合う合わんっていうことじゃなく日本でもうちょっと作ってればこんな状況は起こらなかったと思うし、うん、でもこれは単にマスクの話だけどいっぱいありますよね今現実に、はい、我々のやっぱり医療機器でねこう一緒に協会の中でおられる方でも今回のこのコロナ騒ぎで廃業をしたとかっていう会社もあります、うん、でどうしたのって言うたらもう作ってる部品が全然入ってこない。あだから製品見てたら、ね、部品はどこで作ってるかなんか見えないから、ね、日本製最後は日本製ですから日本製やと思ってたら全く部品がないからもう仕事ができないっていうそういうやっぱり状況になった、まあ、そういう部分からいくとねこれからちょっと当分やっぱりメイドインジャパンを考えて僕は行くべきだと思うし、このね、インバウンドで、ね、なぜあれだけ
外国の人が日本へ来てるかって考えたら日本安いからですよ、うんね、日本が安いからみんな旅行行くよ日本へ行こうとね、そのよその国へ行くよりなんかねたくさんお金をちょっとの決まったお金でたくさん楽しめるから日本へ行こうって来てたのが現実やと思うんですよ、うん、それやっぱりここね15年20年の間のその日本のデフレ、まあ、よそが例えばインフレでこう来てたとして、ねまあ、先進国で年に 2% ぐらいの、ね、インフレでしたって言うたって10年経ったら 20% ですよね。これ20年経ったら 40% 違うわけですよね。で僕らだって海外にこう出張で行って、ねまあ、昔はもう、こんなもんがねアメリカってこんなに安いのって食べるもんでも思ったけど、もう最近なんかね日本はデフレよそはインフレやからよそへ行ったらねってこんなもんがこんな値段するのかってね、もうヨーロッパなんか特にそうですよね。もうあのコーラ1本飲んだってやね、なんで500円も払わないかんのみたいな値段でしょ、うん、でもこれ落ち着いて考えたら日本はずっとデフレできてて、そのやっぱりそういうその物価が上がってない、うん、でよそは、ね、毎年の 2% 3% ってそんな大きなそのインフレじゃないけど、それの積み重ねで5年10年15年ってきたところで日本との差がこう出たわけできたわけですよ。これは作ってるもんも一緒で、ねまあ、20年前は、ね、中国はすごく安くてそんなもん日本でバカらしくてできないわって思ってたかもしれないけど、向こうどんどん上がる、日本はあんまり上がってないっていう中で比べるとまだ若干高いもんあるかもしれんけど、でももう昔と比べりゃアジアと日本の差は縮まってると思うんですね。そうですね。でこれにやっぱり気づくかどうかをやっぱり考えて、起業家の人たちももう先輩方に見習ってアジアにばっかり行くっていうのをやめてやっぱり日本の中で、より良いもんでっていうのを作る。でも今ね、そうですね、その例えばアパレルなんかそうじゃないですか、ねまあ、我々のウェットスーツの商売もそうなんですね。昔はヨーロッパとかアメリカで物を作ってた、今みんなアジアですよ、うんね、そうすると昔なら9月にヨーロッパで展示会やってそこで注文を取って、そこで我々素材屋に注文くれて、それから1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいから物を出して、でヨーロッパで物を作って春先から売るという、こういう半年のサイクルで動いてた時代があるんですよ、はい、今はどうかって言ったら、今前年のもうほとんど1年ぐらい前、うん、とか10ヶ月ぐらい前にもう注文決めて、それから材料手配してそこから縫製して物をシーズン前に入れるっていう、このアジアを使ったことによってそういう周りになったわけですよ。へ、ねまあ、そのどの色がどのサイズがね何着売れるかなんて全然分からへんですよね。もうあのエイヤーでやってるわけ、これおそらく普通の僕アパレルも近いと思うんですよ。今年みたいに春がない、ね、春前に、ね、仕込んでさあこれから春に売るぞって言ってたもんが百貨店閉まってて商店街も閉まってて売る場所なくて、で言うてるうちに夏物になってる、じゃこの春物はどうするのっていう、もうまさにそういう状況が起こってる。だから、ね、そういうあのスタートアップとか新しく事業なさる人らが一回これ黒ったら終わりますよね。終わります、もう、ね、だからそれやったら身近な日本で、ね、作る。でまあちょっと最初やから本当ならこれぐらいのボリュームいるけどもうしゃあないなって、もうしゃあない、もう若いしこのぐらいでやったるわっていうそういう、まあ、製造メーカーと日本語で対話のできる相手と組んで、ねまあ、売れたら作ると、いや売れたから早くやってくださいって、お前そんなもんそれもっと早いわんかいって言われながらでもでもそれは一番僕は商売の中ではビジネスの中ではおそらくこれからのこう分かりにくい時代はその方が成功すると思うし、それをやれたところがおそらく僕は勝つような気しますけどね。確かに面白い、なんか国内で作っていくっていうのもそうだし、だからこそその新しい価値提供、付加価値をつけて新しい価値提供をしていかなきゃいけないというか、そうじゃないと市場で生き残れないっていうのもそうだし、うん、それはすごい勉強になりました。我々は常に素材屋ですから、
だから素材屋では あるんですけど、まあ、今回 の、ね、そのコロナ危機は素材をだけ、ね、今からじゃあ今までのウェットスーツがマリン市場じゃないところに、ね、このコロナ このどこへも行けない時期に、ね、買いませんかってこう言ったってもう誰も買いませんよね。だから、まあ、マスクみたいな、まあ、我々がやれる範囲で売れそうなもの、それはさっきちょっと話してもう世界中の誰でもがはめるものやから、あ、まあ、そういうものであればやれるかなっていうことで、まあ、現実じゃあやってみようっていうのでスタートしたんですね。で現実4月の1日から、まあ、うちのホームページ上のネットで売りかけたんですよ。で8時半から売りまして、で43分で6万枚注文が来ちゃった。でもうパンク状態になって、で予定してなかったっていう部分でそうなった。で、まあ、今のところ累計で20数万枚ぐらい売れたけど、はあ、素晴らしい。でもその、まあ、僕らが今回勉強になったのは43分で6万枚も注文が来るんだと、ね、だから一般市場ってそんなに大きいんだっていう、ね、ことを知り、ね、でもそれであとお客さんから思いっきり怒られてですね、いつになったんでくんねっていう話になったけど、まあ、でもこれも経験ですから、まあ、そういう、ね、ようなやっぱり経験を踏んで、まあ、次のステップにっていう部分にはなるけど、まあね、いろいろチャレンジすりゃできてくるからね、まあ、そういう新しく仕事しようと思う方はね、まあ、あの我々と一緒にそういう仕事をしたら、うん、ね、まあ、お互いに何をやっとんねんっていう時もあるかもしれんけどね、もうこうやってあの今はこうって、握手できへんけどですね、もうこう肘でこうするかもしれないけど、いや、やったねっていう、まあ、そういうものも、まあね、できる可能性はありますわね。うん、面白い。そのパンクを面白いのは、その製造メーカーとしてのパンクじゃなくて IT の、その申し込みのパンクなんですね。発送のパンクサーバー側が製造余力はあるわけですよね。そこがなかったらちょっと困るけど、そのベーシックな山岡工業さんの本業の製造力はあったけどサーバーがパンクしますね。いやね、43分で6万は耐えれないです、どのサーバーも。それはもう自分に任しといてって言われたらもう本当によろしくって僕らは任したい部分、ね、逆にさっきもいろいろいろんな規制や広告の仕方とか表現とかね、そんなんは我々も分かってきてる部分は教えて、ね、差し上げてこうだよっていう話もできる。だからまあやっぱりお互いに強みを生かせて弱いところをうまくカバーができる、まあ、それにはねある程度そういうやっぱり共同というか協業というかね、うん、共にのやっぱりなりわいを作るっていうのがやっぱり時代が流れ早いしね、こういう時代やから、ね、一つずつ最初からやってたらもう出来上がった時にはもう終わってますよね。技術力は低いと思いますいや本当に技術力は低いと思うんですが、発想が変やっと僕は思ってますね。技術力は大したことないですよ、そんなの。でなんかね、今回 そのマスクだってゴムが 0.5 ミリっていうのは周りから見たら、そんな薄いゴムができるのって思っておられると思うんですけど、まあね、何回も練習したらできるもんやから練習量が多かっただけっていう感じなんで、技術力はね、あんまりないような気するんですよね。ただ、発想は変、うんうん、その先の、ね、今のそういう、その男女の話があったけど、まあそのね、男女っていう考え方もあるけど、まあ、大人と子供っていうね、うん、まあ、横軸に例えば男女っていうのがあったとしたら、ね、大人と子供ってい こう縦軸、まあ、どっちがどうか分からんけどね、まあ、ちょっと例えばした縦軸に大人と子供があるとしたら、ね、なんかこっちばっかり今すごい言われるじゃないですか、はい、ね、でもこれだってあるもんね、うん、これだってね、よくね、あんた年してそんなことして何をしとんねんっていうのは、うん、あれ大人やから言われるけど、子供やったらダメよって言ってそんで終わることも
ありますわね、うん、そういうところからいくとうちの会社はこっちやと思うんですよ。ね、まあ、これもあるかもしれんけど、これちょっと僕はよく分からんけど、もうなんか僕らも含めてもう子供みたいな発想のところがあって、だから普通大人やったらこれしか考えないやろっていうところが子供みたいなところを考える、それがなんか、まあ、さっき言う我々の会社の考え方が少し変っていう、変っていう言葉はこのなんていうかな、年齢 のとの発想の違い、それはあるかもしれないね。でもさっきあのタブレットで見せていただいた写真とかもそうですけど、なんか遊び心が あるんですよね。あだからもうなんか子供みたいなね、うん、感覚、うん、が割に僕もそうですけど、うちの会社にいてる人割にそういう人があって、僕の机というか机の上の電話の上には100均で買ってきたうんちが載ってますから。なんで自分で載せたんですか。あ僕自分で買ってきた、誰も買ってきてくれへんから自分で載せたんですけど、で誰も触らんやろっていうことでもうね、なんかとにかくなんていうかな、その自由発想って大事やと思うんですよね。めちゃくちゃ大事ね、だから変になんか大人ぶる、変に社会人ぶる、うん、変に高学歴ぶる、ね、っていうのはやっぱり、まあ、やめた方がいいかなって僕らは思うんで、ね、うん、やっぱりなんていうかな、子供の時の発想って本当にこうね、子供ってね、もう本当紐一本あったって棒一個あってもそれで遊ぶ、それを遊びのツールに変える能力があるんですよね、はい、で大人になると何こんなもんあったって言ってもういきなりその、ね、こんな棒でどうやって遊べて言うんだみたいな話になるじゃないですか、はい、でそれってやっぱりこう頭の柔軟性っていうか自由度が広い、うん、だから割にうちの会社の人らはまあ学力が低いのか僕も含めて、いやいや、なんかまあそういう柔軟度はあるかもしれない、ね、面白い、なんかとらわれない考え方というか、うん、世間体とか常識とかに、だからマスクをね作った時も、はい、もうなんか2つ目か3つ目の試作品はヒョウ柄でしたからね、うちは。欲しいです。ああ、ね、でヒョウ柄でこうやって、ね、でうちの会社の人がそれはめて帰ったら、うん、もう家帰るまでに何人もに声かけられて、あんたのそれはどこで売ってるのって。さすが大阪、だからこれはでも大阪でしか売れんやろなっていう、ね、でもまあやっぱりそういうなんていうのマーケティングじゃないもんじゃないんだけど、でもちょっと試してみる、そうすると反応がわ、うん、かる、追いかけてきて声かけるっていうね、どこで売ってるのっていう、うん、相当ですね、うん、今実は我々その秋ぐらいになったらそのべっぴんマスクと男前マスクやろうと、うん、まあ、僕の中で思ってて、で今の白いのにべっぴんさんのプリントをする、あ、なるほど、ここに男前のプリントして、それを、ま、もうそれでね歩いてると、もう世の中の人はもう男前とべっぴんさん美人しかいてない、確かに、うん、というねような世界を作ろうやないかっていう、まあ、発想、これはちょっとね、でもやっぱりねコロナが収まらんと、もう、ね、こんなになってる時にあったら品種変えますから確かに、あれやけど、でもちょっと発想的にはこれはあるんで、それはやってみようかなと、シュッと見えるやつとか、そうそう、もう外されへんみたいな、ね、でも表歩いてたら誰もみんな同じ顔になって確かに面白い、 いや、いいですね、発想力、ね、だからまあやっぱり楽しんで仕事しないといかんと思うんですよね、うん、そこは、うん、間違いない。さっきの遊び心みたいなのってやっぱり起業家とかにも結構重要に通じることです。そうですね、起業家にも大事、うん、まあでもやっぱ業界に、ね、いればいるほど考え方が凝り固まったりとか成功体験に縛られたりするんで、自由な発想とか遊び心とかがないとと逆にその進化を止めてしまうみたいなのは真面目な話あると思います、うん、でも
知財とかって技術力がベースのイメージがあるんですけど、知財っていうのはね、この知やから、はい、知恵の知ですから。なるほど、ね、で知恵はあの知識は、ね、まあ、皆さんが学校に行って、ね、勉強して、ね、塾に行って勉強してどんどん覚えて、ね、覚えて頭の中に入れたことは 知識ですよね。この知識はやっぱりどっかで自分が努力してこう吸収してきたことは知識、それはもう自分の努力ですよね。で知恵っていうのは、僕は思ってるのは、知恵は自分のもんじゃない、これは神さんから与えてもらった単なるひらめきなんです。なるほど。でその知恵で作ったもんを自分の発想やと思うと、あの僕もそう思ったことあるんですよ。失敗しますね、それは。だからあれはやっぱりね、知恵が湧くっていうのは自分が湧かしてではなくて、それはなんか分からんけどね、神様かね、ご先祖様か仏様か分かりませんって。それはでもなんか自分じゃないところから与えられたんが僕は知恵やと思ってるから、あのね、知恵を出してってねいう話って、要話として出てくるんだけど、それはもうやっぱり失敗しないためには知恵は与えられたもんやと思うと、ね、こんなにならない、うんうん、だからその知恵で取った知的所有権は自分のもんじゃなくて、その与えられたところのもんですよね。たださっきも言ったように、取ってるのはなんでって言ったら、お前が真似されたっていうことを言われるのはダメですよね、うん、それってあのよそ人 の, そのいわゆるあの知的所有権の侵害になるわけですよ、我々が、はいはい、でそれはあったらいかんと、うん、まあ、犯罪ですよ、人と間違うとね。だからそれを止めるためには、一応自分のところで知恵として出てきた発想のもんは、そのここにうちの垣根はありますよっていうのは取っとかないと、あの人に迷惑かけることになるから取りますよね。うん、うん、でもそれはそれを振りかざして、俺のやからお前らどけどけって言うために取ってんのとちょっと違う。なるほど。それはね、だからいいよっていう話で、でもいいよっていうのは使ってもらうと、その人のまたそこへ知恵が出てきて、うん、ね、うちの方が出した知恵にその人の知恵がプラスされると、うちのもん売れるかもしれないですよ、ひょっとしたら、ね、その人の知恵が大きかったら、そういうチャンスがある。我々の知恵、こんなちっちゃい知恵だから、これもうこれ以上広がりようがないから、それはもうやっぱりあんまりこうしない方がね、まあ、ええというふうに、なるほど、思ってますけど、市場を開く上においてはね、確かに、うん、面白い。やっぱり営業力が足らんでしょ。いろんなもの作っていくとね、なかなか従来からやってるもんはある程度営業力あっても、新しいもの作るとそれを、ね、売る能力っていうのは製造業者はやっぱり不足してると思いますよ。うん、だからやっぱり売る力がもっとあったらもっと売れる。だからもう国内もそうだし海外もそうだと思うんですね。だからそれはまあ売る力違いますかね。うん、IT 分野とかどうですか。でも IT 分野なんか全然ダメですよね。そんなもん。だからやっぱりそういう、ね、ところの人たちが、まあ、我々のやってる素材とか製品見てもらってね、IT 分野でもこれならこんなものにできるんじゃないのとかっていうような、まあ、それ提案をしてもらえれば、ひょっとしたらね、そのびっくりするようなものができるかもしれないし、うん、っていう、もうそこはだから、そのね、いやこういうものって言うて話を持ってこられたら、我々は拒むことはおそらくないと思うから、じゃあやってみようって言うてやってみる。でもまあ、ね、我々とそういう形でコンタクトしてきてもらっても、先ほどの中村さんの話じゃないけど、
じゃああなたと、ね、の言われてるものを試作で1年かかって作りましょうとか言われたら向こうだって困ると思うね。こいつと1年間付き合わせないかんかとね。でも我々作るのは早いんやからね、もう早かったら3日とか1週間で作るわけやからね、そこでもう嫌やと思ったら向こうもやめたらいい。なるほど、ね、簡単やないですかね。で我々も作られへんかったらごめんごめんちょっと作られへんわって言うて、早い時期にお互いにね、まあ、あの喧嘩せんとよかったねって、またねコロナが済んだらコーヒーお茶でも飲もうねって言うて仲良くね、まあ、その知り合いになれたらもうそれはそれでいいと思うんですよね。だからお互いにやっぱりあんまり長い時間束縛しないで、早い間にある程度見極めをして行く方向を決めるっていう、ね、うん、ことだから、例えばまあ、我々が営業ちょっと弱いんでね、どこそこの国よその海外で売る何かないですかって言うて、ね、いや今から僕頑張って、ね、語学を覚えてあの売るようにしますって言われてもごめんなっていう、それはそうなるんじゃないですか、ね、でももう今まで自分は違うものだけどここの市場には売ったことがあるとか、ね、そこに自分はいてたからとか、自分の知り合いでこういうルートがあるとかってい う, もう現実今あるもので、ね、まあ、あるものを我々のもうポンと持っていってね、あじゃあもうあのちょっと小ロットでも買うわっていう、そういう早いリアクションがあればそれは我々すごい助かりますよ ね,、うん、ね、でやっぱり起業してる人たちだって、ね、毎月収入ちゃんと増やさないかんわけやから、そんなゆっくり、ね、できないでしょうそれはね。だからそういう部分じゃお互いに早くやって早く結論出してっていうね、うんうんうん、だからそれがぐーっと広がるにはそれはそれなりの時間かかるかもしれないけど、最初の見極めはやっぱりお互いに早い方がいいと思うんですよ ね、なんかねじっと顔だけ見てるばっかりでね、どっちも何ももの言わんとねまた今度って言うたって全然コミュニケーションできへんわけやから、それはもうお互いにとって苦痛でしょ。だからね、まあ、我々はそこは早くやりたい、素敵、いいですね、うん、それはもう今まで我々はもうなんか足で稼ぐみたいにアナログで言ってたんやけど、もうそれをそういうデジタル世界でその辺がやれたら、まあ、デジタルの方が逆に、ね、環境整ってるから見せやすいと思うんですよね、うん、もうそれこそ絵面も見せられたりいろんなことができるから、おそらくそっちの方がねいいのかなと。だから、まあ、日本で、まあ、ちょっと他と違って価値観があって、というものを、まあ、あのなんていうかな、その僕よく言うプライスとバリュー、ね、はい、があって、でうちは必ずそのプライスとバリューがあればバリューが上でプライスは下やと。でなんぼそれは1000円のもんであっても5万円のもんであっても、とにかく、ね、値段帯じゃなくて5万円のものがあってもバリューが、ね、8万円なら5万円のものは安いと思います、うん、でも、ね、1000円のものでも価値バリューが200円やったら1000円は高いんですよ、ね、うん、でこれをやっぱりその一緒に組める相手の人たちとそのプライス&バリューの話をして、なんとか我々の商品をのバリューを上げるっていうことを一緒にやってもらえたらすごく、もうそれが世界的にいけたらね、うん、それはさっき言ったような何かセミナーじゃないけど何かそういうエデュケーションっていう形の何かをね、もう普通のなんかね、あのなんか今 BS なんかやってたら、なんかあ柔らかいとか言って、ああいうのやらなくてねなんか卵がどうやとか言わんじゃなくて、やっぱある程度データとかちょっとちゃんとした 理論に基づいた形で、どういう人が見てもあ確かにこれはいいみたいだなっていうね、あそのこれだけのファンクションがあるのにバリューはこれならすごくこれはあのいいもので安いなっていうふうに感じてもらえる、なんていうかな、そういうことをこう世界中に伝えられる人たちと一緒に組めたらお互いにすごく売り上げを伸ばせる、うんうん、それはあのなんていうかな、もう買う人も納得して買ってるわけですよ、はい、ね、これは他と違うから私はこれが欲しいって思って買うわけでしょ。
そうなるとその人らは固定客になる、おそらくね。そういうなんか、ね、形を我々は作りたいと思うんですよね。ああいいですね、うん、全然できる。だからあのなんていうのかな、ものはうちがギャランティーとか保証するから、ね、だから保証するから、その保証している部分を、ま、相手のエンドユーザーにいかにその気持ちを正確に伝えてもらえるかっていう、うん、ここをここやと思うんですよね。なるほど。いやそれはもうそのままでも全然いいで、でもいいですか、うん、いやそのまま打ったら あのね、100人に売りましたとなら、あの80人はいいって言うてますけど、20人の人はちょっとこれはこの方がいいなって言うてますって言われたら、我々改良できるから、うん、その方がええんですよ、ね、なるほど。で何にもないところで最初から頭変えて改良したもんって言うたって、その改良が本当に正しい方向に行ってるかどうか分からへんわけやから、とりあえずはもうあるもので売れるんなら売ってもらう、うんうん、それをじゃあこう変えようって言うと、もうそのね、国民性とか海外行きゃいろんな習慣によって違うわけですよね。それを日本のスタンダードに合わす必要ないから、そこのスタンダードに合わせたらいいんで、あのそれはもうあのなんていうかな、もうあの一回ずつ出すごとに物が変わってたって全然 OK やと思う。ウェットスーツのね、特にトライアスロンの業界なんか、そのもう今から20年ぐらい前やとね、本当もう子供みたいな人が来て、僕ウェットスーあのトライアスロン好きだから、あの山本の素材のウェットスーツを作って売ろうと思うんだけど、あの生地あの素材分けてくれるかって言うてくるんですよ、ね、でそれどうやって払うのって言ったら、支払いってどうすればいいんですかって、ね、でクレジットカード聞きますかとか、ね、っていうね、それクレジットカードで何枚買うんやみたいな話まあでも本当にそんな人がいてて、ニュージーランドの人なんですけど、うん、ね、でもう何にも分かってない。でちょっともうあの日本へ来て、で1回ちょっと2日ほど時間くれたら、もうそのトライアスロンはどうやっていうことを教えるからおいでって言うたら、まあ、来たわけですよ、うん、なんかあの焼き鳥の好きなやつ、毎日焼き鳥ばか食べて、でそれでこうやったんですよ、ね、それでその新しい、ね、ブランドなんやから、古いブランドと比べて勝てないやろうと、うん、同じことしてたら、だから素材が今あんたのところは別にブランド力ないし、ね、でまあスーツもよその真似してるぐらいのレベルやから、トリエないと、でトリエはうちの素材ぐらいしかないから、ね、でじゃあこのトリエであるうちの素材を他の今トライアスロンの業界の人たちが発信してない、いやこの素材はこんなに違うんだっていうところをあんたが一生懸命発信して、エンドユーザーにも発信ができるんなら勝てるかもしれへんよって言うたら、いや俺はそれをやるって言うたんで、一生懸命やりよったんですよ。その会社が今世界一ですからね。世界一のトライアスロンのスーツメーカーです。あのオルカっていうね、すごい世界一です。すごい。でそいつからは、あのお前は俺のあの父親や言うから兄弟や言えって言うて、今でも言うてるけど、なんで俺が父親に言ってならなかんねん、お前の父親にならなかんねん、兄弟やって言えとか言うてるけど、でももうその彼は世界一ですよ。へえ、すごい。そこはね、でもそこを、まあ、彼は本当になんていうの、もう若かったし、ね、20歳ぐらいだったから、そのもう素直に僕らが言うたことを、何て言うの、すんなりこう受けて、うん、ね、それで、あ、特徴はここだ、ね、自分もトライアスロンのニュージーランドとかオセアニアのチャンピオンやった人間やから、あ、まあ、自分でも分かるわけですよ、体感でね、うん、で、あ、山本が言う通りです、確かにそこはお前とこのはいいっていうところを、もうとにかく素直にお客さんにとにかくこうエデュケーションするのに伝え、で、ね、あの我々 の、 あの素材はもともと石だから、はい、で日本からこんな石、ね、ニュージーランドに送って、で本人が あれでね、あの金槌でカンカン割って、ね、でこんな、ね、あの100均で売ってるようなビニールの袋に こんな粒を入れて、でそれをウェットスーツのタグのところに一緒につけて、ね、
このウェットスーツはの原材料はこれだって言うて意思をスーツにつけようと。へー、それは僕の発想だけど彼の発想ですよ、ね、で見たらみんなえこの、この、スーツはこれかっていうね。それがもう20年ぐらい前から日本よりやっぱり海外はそのいわゆるあのオイルフリー、はい、環境を大切にして石油を使わないっていう、うん、そういう、まあ、に意識が高いから、ね、あの石のついてるあのウェットスーツを、ね、買うのが一番ベストチョイスだみたいになって、へー、ね、面白い。それがあのいつの間にやら世界一のトライアスロンのスーツメーカーですからね。すごい。だからなんていうかな、やっぱりそういうあのちょっと僕らが言った言葉に対して、まあ、そいつもやっぱりマーケティングの能力があったんやと思うんですよね。でも何か一つ の、 そのきっかけがあってもうそれでこうあの伸びたっていうね、うん、面白い。そういうのはね、僕らの周りでも実際にそういう人がいてるんですよ、うん、じゃあ第二の そのそういう企業家がいるといいですね。ねえ、だからね、うん、それが日本人でね、もうそういう起業家が出てきたらね、面白い、うん、嬉しいですね。だからまあその売る上において我々は他のよそのものと比べて違いがあるっていうとこは我々の持ってるものは結構アピールできる部分はあるから、うん、そこはそんなにね、うんうん、心配してもらわなくていいと思うんですよ。逆にそのね、そういうのをじゃあ売るっていう時のマーケティングの戦略っていうか、まあね、そういうネット的なところでいかに見せるかっていうそこのところに何て言うのをものすごく何て言うかな、こう発想の持ってる人がもしいてたとしたらそれは面白いと思いますね。うん、うん、そうですね。なるほど、そっか、オイルフリーっていうのも確かにいいですね。